これは私が学生時代に友達の家で飲んでいる時の話。テレビで怪談話をやっていたので、私たちも怪談話をしようということになった。おのおの怪談話をしているうちに、私はふと背中がゾクッとなった。気になって後ろを見るも、そこには窓があるだけ。怖い話をしてるからやっぱり背中が気になっちゃうんだなと思い、気にしないようにした。しかしやっぱり怖いからか、その後も背後を気にして何度も見てしまう。でも特に何も見えない。俺はビビリかと自分に言い聞かせ、怪談話に耳を傾けた。その後何事もなく飲み会は終了した。その翌日の夜、寝ていた私は寝苦しくなり目が覚めた。時計を見ると深夜2時過ぎ。中途半端な時間に目が覚めて、また寝ようとしたがなかなか寝つけない。そんなに暑くないのになんで寝れないんだろう。そう考えている時にふと部屋の隅に何か気配を感じた。昨日の夜のような嫌な感じ。気になって隅を見てみると、そこには女性がこっちを見て立っていた。私はパニックになり、布団を頭からかぶってガタガタ震えていた。恐怖で気が触れそうになりながらも、いなくなってくれとずっと念じていた。しかし部屋の隅にある気配がゆっくりと私のベッドに近づいてきた。そして私の体の上に嫌な気配が来た。絶対に見ちゃいけないと思い、ずっと布団をかぶり続けた。怖くて時間の感覚がわからなくなっていた。そして布団の隙間から少し光が差し込んできた。外が明るくなっていたのだ。恐る恐る布団から顔を出すと、幽霊はいなくなっていた。その日私は近所にある結構有名なお寺にお祓いに行った。住職さんについてるねと言われ、お祓いをしてもらい、無事に除霊してもらった。なんで私についたか疑問になって、住職さんに事の経緯を説明したら、どうやら飲み会の席で後ろを見た時らしいのだ。住職さんが、あなたには見えなくてもあっちからは見えてるからね。それ以来怖くなった時でも絶対に後ろを見ないようにしている。百物語をお聞きの皆さん、後ろに注意してくださいね。え、もう見てしまってる？目が合ってないといいですね。